和牛の全国まちぶらチキーズ。やった、全然声出てない。やった確かに東野さん今日ちょっとひどいですね。閉まってますよ。いやいや、午前10時これで、ね、やる気だけはすごいあんのよ。出てないですね。羨ましい。なんか今も喋ってはるんですけど、なんか砂嵐みたいな音しかダダダダダって。いやいや、めちゃめちゃ喋りたいこと、いや、いっぱいあんのよ。本当ですか。汗かくと前提でタオル握りしめて、そうですよね、喋るぞって。いや、絶好のこのロケ日和ではあるんですけど、そうそうそう、いかんせん声でーなって。どうしたんですか。東野さんの声の調子はさておき、この番組は東野さん和牛さんが住みます芸人とともに全国各地を街ブラ。そこでしか食べられないグルメや絶景、そして温泉まで余すところなく満喫。その地域の魅力を体験し、皆さんにお届けします。東の和牛の全国まちぶらチーキーズ。いや、まあ一応ちょっと番組のじゃあね、はい、説明させていただきます。まあ、この番組ね、まあ、我々がこう日本のいろんなこう地域にお邪魔をして、はい、まあ、その土地土地の魅力をまちぶらをしながら発見していこうというまあ番組で、はい、でまあ今回2回目、沼津にやってきておりました。やっと沼津来れました。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。今回旅をするのは東京から新幹線でおよそ1時間、静岡県沼津市。駿河湾の豊かな恵みを受け、温暖な気候風土に恵まれた景勝の地。さまざまなアクティビティ、心洗われる絶景など、全国的にも人気のあるスポット。前回が、外地域図、これ見てる方は関係ないですけど、はい、1回ロケ飛んだのよ。飛びましたね。来れなくてもういきり立って、はい、その前はなんか謎の遅刻ね。謎の遅刻いや俺は遅刻したと、いやいや、これたちも思ってないよ。時間通り起きてるから。いやいや、東京駅でおにぎり食べて遅刻した。いや違う違う。ほんでやる気満々で行ったら、新幹線も止まってる、ほんでやっと今回で声で。どうなってるんですか。ほんまに、いや俺なんてほんまに常に和牛見てる状態やから、テレビでラグビーで小銭稼ぐ男。言い方があるやん。ラグビーに対する愛強いねとか。日テレで出てたんですよ。でその日の夜、はいはい、日本戦関係ないところで、はいはい、NHK で、はいはい、さも当然みたいな感じで座ってて、はい、ほんでオープニングトーク聞いてたら、ならこうラグビーが大好きでって言って、今ね生放送本番ですけど、はい、本番5秒前っていうスタッフの声が五郎丸に聞こえました。ドカーン受けてるんです。チャンネル変えたよ。チャンネル変えたらあかんから。なんで変えんねんな。そのまま見んや。めっちゃちゃんとしてると思って。いやすげえなと思って。すぐ変えたらにも空で言える。空で言う、空で言う。なんかその呼吸能力やったわ。5秒前と五郎丸が。万が一俺やってたらごめんな。いやなんか怪しい。いや見ましたよ、僕は僕で。BS 吉本で山里さんとラグビー芸人深夜読んでラグビーの情報なんか手に入れてたじゃないですか。そうまたこっちのとこも入ってこようとして。いや違うね。やってますよ。あんたやで小銭稼ぎに来てんの。いろんな情報ちょっとキャッチしたいからっていうことだから、はい、本当に楽しいな。いや楽しいですよ。ちゃんと見に行く。そうそう、先月ねこれやろうとしてたんですよ。そう本当はね、まあ、早速この最初のスポット、住みます芸人さんがまたね待ってくれてるそうなんで、行こう行こう行こう、はい、じゃあ行きましょう、あの人かな。そうかそうか、行くんですね。はい、我々が普通なんか登場の方やけど、いやいや、あの待ってるところまで行くっていう、はい、迎えに行きますんで、はい、3人が向かったのは沼津駅から徒歩10分の場所。できるだけ今日はもう影を歩いていこうよ。確かにすっごい天気いいですからね。すっごい天気いいし、だから影やったらちょうど風も通ってなんか気持ちいい感じになるっていうことですから、見てください。もう芸人もベテランになったら死に役的な感じで声出さずにアクションだけで仕事してるっていう。あれで東野さん和牛さん
これキヨがヒゲショウとマキヨさんどうもーようこそ、ね、いや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 ようこそ来た来たすいませんありがとうございますいやいやいやようこそいやすいません飲まずにようこそでございます、はい、本当に、まあ、紹介してもらって沼津といえばですから、はい、よろしいですか、はい、改めまして、はい、どうも、はい、静岡県すいます芸人沼津の原いい人上竹です行きますよ沼津セゴよろしくお願いしますありがとうございます生で見るもんやねあよかったですなんか生で見る方がなんか鮮度がいいというか、はいはいはい、あ嬉しいですか楽しい気持ちになりますよかったです何年住みます芸人僕ら9年ですね芸歴は12年目で一番最初の住みます芸人静岡あじゃないんですよ2番目ぐらいですね、はいはい、NAC は東京大阪どっちなの東京の17期生になります、はい、だから同期がコットンだったりオズワルドだったりして、はい、あそっかそっかそれでだから社内でちょっと喋らせてもらってんけど、はい、レギュラーも多いんでしょって言ったら、はい、若干なんかこう顔が曇って、はいね、やっぱり、はい、自分らは出たい情報番組出たいけど、はいね、地元の、はい、やっぱり東京から近いから、はい、東京のお笑いさんを呼ぶんですコットンとかってあちょっとまさに同期がこのコットンのロケにゲストで出させてもらいましたありがとうありがとうって言って逆やけど、ね、全く同じ通り歩いてますから、はい、コットンもあそうなんですあそうなんだ街の方に嫌われる要素ないじゃないですか。いや確かにそうです。ありがとうございます。そうなんですよ。僕はあの静岡県出身じゃないんですけど、千葉市出身なんですよ僕。はい、あ、そうなの。沼津出身で、そこが実家なんですけど、はいはい、でそういうのもあってこっち来たんですけど、沼津の方と結婚してますね僕。はい。こっち来て結婚してるんです。はい。政略結婚みたいな感じ。超えるね。いやいや言い方がいやいやそんな言い方してないじゃん。沼津滞在ビザのために。ビザがないと入れないとかじゃないんですよ。っていう風に突っ込んでくださいに。しかもここであれですからね、はい、家建ててますか僕そうです、はい、ちょっとちなみになんですけれども、はいはい、あの僕ら皆さんとの旅の記録をちょっと写真で収めてくれって言われてるので、はい、誰に番組から、はい、誰にそんな疑いますなんか別にいいじゃないですかそれは僕らでもいいし番組サイドいや水田も一緒にだ誰がって言われるわけないんで全然写真撮んのやめて俺の知ってるやつやんな怖いな今日のロケ怖いななんか前回からね勝手に撮んの、うん、ちょっと撮らせてくださいなんで勝手に撮んのいいですかちょっと1枚撮らせてもらっていいですか勝手に撮らせてくださいあのあはい撮らせてくださいよくるカメラ古かったですガチゴチのカメラでねいやごめんごめん、いやそれやってもそれで言っててくれよいやそれやったらそれで別に邪魔したつもりもないんだ多分スムーズに行きたかったやつだしなとか思ってるからだからバッチもねちょっと本当に写真を撮らせていただいてもちろんもちろんもちろんいいよいいよお願いします記録をちょっとバシバシ撮らせていただきます、うん、はいすいませんこれには撮れへんあこれはあのジャンク品なんで、はい、はい、本当には撮れないやつです撮れないやつはいあ、はい、それは細かい話、はい、スタッフが用意してくれたのこれ自分ではいもう常によくやってるやつ、はい、あ常にやってんだよ常にやってますそうかそうかごめんごめん和牛さんと東野さんに見せたいので、持ってきましたんでだから壁で隠して見られないずっとバスで隠してたのずっとバスですよさっき3人と喋っててもずっとここに隠しながら言ってくれた方がいいのにあそうなんですそうだった逆にあこれで出てて、はい、あオッケーオッケーみたいななんのに、はい、隠すからさ、はい、あと10個ぐらいあるんではいえあのいろんなボケが小道具がいっぱいあるので、はい、まあ、それでちょっと、はい、いやこっちも緊張してくれよ緊張しなくても俺は邪魔せへんフラットな状態で出てて、はいはい、大丈夫ですからはい行きまーすはいチーズお前ちょっと待ってこっち来ないんだよなんでお前に合わせなかんねんということでですね、はい、あの我々も大変お世話になっている写真館さんがありまして、はいはい、すごいの、はい、もう腕はもちろんなんですけれども、はいはいはい、ちょっといろんなことで話題になってまして、はい、そういったところもあるので、はい、宣材写真も撮らせていただきまして、はい、その名も辻写真館さんでございますこちらでございます、はい、最初に訪れたのは辻写真館写真の撮影から現像まで行っているこちらのお店一体何が話題なんでしょう話題になっていることがありまして、はい、特にアニメ好きの多分東野さんだったらもしかしたら分かるかなという感じなんですけど、はいはい、何だと思いますラブライブの聖地あ正解です正解です正解でございます。ラブライブの聖地。そうなんですよ。ラブライブサンシャインの聖地で。オープニングにスタッフに、
オープニングでは言わないでくださいって釘刺されてクッてなって、いやだって駅のところにあったりとか、オープニングの横のラブライブのカフェでもうじあの並んでるからすごいことやって言いたいけど、俺もそうグワッてこらえて、バスも走ってたしさ、そうラッピングバスとかもタクシーとかもあったりして、俺はだからラブライブもちろん知ってるけど見たことはないけど、うちの娘の友達というか、その子外国の方なんですけど、日本のアニメ大好きで「ラブライブ」大好きで、でなんか誕生日プレゼントで「そのラブライブ」の T シャツをちょっとこう買って送ってくれないって言われて T シャツを送って、世界的に人気やねんなっていうのをもう認識してるんですよ。ありがとうございます。外国の方も来るんじゃないの、聖地巡礼で。そうなんです、外国の方も全国各地から、ね、全国はもちろん外国から来るんですよね。そう、そう知らんかったな。何が聖地、なんで聖地なんですか。まずが舞台になってるんですよ、はい、そうアニメで。そう、大人気アニメ「ラブライブサンシャイン」は沼津市が舞台の作品。作中に登場した場所にファンが実際に訪れる聖地巡礼で観光客が多く訪れ、なんと経済効果は50億円以上に上ると言われています。はい、だからアニメ作る時にその地域おこしっていうのも一つのなんかこうポイントで、どこを舞台にするかで、ちゃんと街をきれいにね、アニメの中で あそこここって分かるように作ってるんですよ。まあ、そのまんま、はい、ですよね、はい、あれちょうどあの後ろのやつってそれ、そうなんです。あ、そうです、そうです。これ写真か、はい、これ すごいのがですね、あの劇場版で、はい、本編ではこの辻写真館さん出てないんですけど、うんうん、この辻写真館さんが盛り上がって自ら聖地になってって、劇場版の時は中で映されたんですよ。へえ、まんま。で「ラブライブ」好きすぎて県外から、うん、そう移住してくだ来る方もいらっしゃるんですよ。そうです、たくさんいらっしゃる。たくさんいるんですか。はい、沼津は、あ、住みやすいんです。なんかね、最初は巡礼でね来てるけどね、うん、なんか沼津が好きになって大成功ですね。はい、すごい、そうです。我々がしたかったらそれなんです、吉本興業が。ほんまにね、確かにほんまに沼津ええとこだ、沼津ね、はい、最高とか言って、はい、ほんまに人が来てほしかったけど、はい、結果ラブライブにすがってる感じ。そうですね。ありがとうございます。全部見ましたし、はい、アニメの力すごいです。見えるね。さあ、ファン行きます。はい。来てますね。ヌードル。辻写真館さんでお話を聞いていた3人ですが、ここで川西さんがあるものを発見。これ、ごめんなさい、ちょっと、え、下の、これ。あ、あ、よく、はい。ありがとうございます。こういったおしゃれな写真を撮っていただけるんですよ。そうなんですよ。じゃあ、一応あるんですよ。よかったら、そう、撮らせていただいてまして。いやいや、これ、これ、めちゃめちゃいい写真。潜在写真で使わせていただいてて。いや、めちゃめちゃいい。ありがとうございます。潜在写真もやっぱ撮りたいのよね、正直。あ、そうなんですね。そう、なんか番組の、なんか潜在写真がないって聞いてたので、ちょっとせっかくなんで撮らせていただけるんだったら、いいですか。素敵な写真を撮っていただきましょう。今回ですね、撮ってくださる方、辻隆さんでございます。よろしくお願いします。こちらの写真館の方、そうです、はい、辻隆さんすごい方でございまして、群馬県写真館協会コンテストで芸術部門でなんと県知事賞も受賞している方でございます。はい、あ、こちらが、はい、いただきました。ではありがとうございます。いやいやいや、もう何年プロのカメラマンされてるんですか。まだ5年。え、前職は何やったんですか。前職は溶接業してまして、向こうに入ったら、ほんで5年で賞取ってんの。すごい。で、撮ってくださる時も本当に乗せてくれるので、そのテンション上げてくれるので、吉本スタイルね、昔の。あ、そうかもしれないですね。昔の吉本のカメラマン、あの謎の中国人みたいな人知ってる。いましたっけ、そんな方。あの、みんな当時芸人ってめちゃめちゃ怖いじゃないですか。普段ね、舞台では楽しい人だけど、プライベートめっちゃみんな師匠ら怖いじゃないですか。でも潜在写真全員笑ってるの、なんでかなと思ったら、その謎の中国人がめちゃめちゃおもろいね。でもだんだん笑ってきて、何を言ってはるんですか。分かれへんね。とにかく笑って「ええ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 
ど、それが多分最近はやってらっしゃるってか、普通の方になったから、なんか俺ももっとね、こう笑かしてくれる人が一番自然な、笑顔が苦手やから自然に笑かしてくれる人が、もう本当にそういう感じでやってる。ポーズとかも、はい、こっちちょっと曲がった方がいいかもしれないですね、とか教えてくださるので、はい、指示してくださるので、はい、あれは嬉しい、嬉しい、はい、そうですね、はい、なのでちょっと番宣の、はい、写真をちょっと撮らせていただいてもよろしいですか。よろしくお願いします。というわけでまずは3人で撮影。ね、皆さんお撮りしますね。2回で始め笑顔でね、さあ東野さん軽くちょっと上がってきます。さあ2回目でいきます。はい、いいですね。皆さんもうちょっと笑顔欲しいかな。いいですね、いいですね、いいですね。さあもちろんいきます。はい、こちらの部屋のお客様もうちょっと笑顔でね、わざとらしいですよ。さあ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 、さあいいですね。さあさあもちろんいきます。はい、いい笑顔です。あ、さあさあ、いいですね。なんか全然変わんないけど大丈夫ですか、そちらの方。笑顔も変わんないけど。さあさあさあ、いいですね。さあもちろんいきます。はい、さあそのままいきますよ。はい、さあそのままもちろんいきますよ。はい、いいですね。あ、最高最高、いいですよ。さあ、はい、いいですね。さあ、お待ちしております。はい、さあ、そのままいきますよ。はい、あ、いいですね。さあ、東野、最高ですよ。さあ、お待ちしております。はい、2個になりましたね。さあ、いきます。はい、さあ、お待ちしております。はい、いいですね。そのままいきますよ。はい。自然な笑顔で撮れましたね。せっかくなんでこんな感じでちょっと次は一人ずつちょっと写真撮っていきましょうか。めちゃくちゃ嬉しい、はい、あの宣材写真こう使っていいの、はい、撮ったやつ撮ってもらって全然いいですよね、はい、問題ないですよね、はいはいはい、まずは東野さん。あ、いいですね、かっこいい。さあもう一枚いきます。はい、さあそのままいきますよ。さあさあそのままこうちょっと下引きますよ。さあいいですね、いきます。はい、直伝でちょっと目線でいきますかね。さあいいですね、はい。さあもちろんいきます。はい、ゲストさん、はい、ゲストさん、あとはない。うわ、ほんまや、いいですね。あ、よかった。あ、もうこれ潜在写真、このバストショットで こんな感じですね。そうそう、あ、いいですね、いいですね。 あ、いいですね。ありがとうございます。ですか、全く問題ございません。使わせてもらいます。はい、続いて水田さん。足が2倍から3倍になるんです。アプリかなんか使わなきゃ無理じゃないですか。そのままちょっと下行けば帰ってきて、ちょっと帰ってきて、ちょっとお腹引っ込めちゃうので、ちょっとお腹引っ込めて、ちょっとだけ。さあ、あ、いいですね、かっこいい。さあ、こっちも行きます。こっちも行きます。はい、ひろしさんみたいな人間。はい、オッケー。もっと下からのバージョンも一回撮ってもらっていいですか。足、一回やった足なんですね。ちょっと近く極力下から下から撮ってもらってないんで今。あー、すごい、もう足長いですか。あー、コミケにいるカメラマンの角度。いいですね。はい、下から撮ってる。最後は川西さん。あー、いいですね。さあ、もう一枚いきます。はい、いいですね。そのままいきますよ。さあ、いいですね、その感じも素敵で、頭をカメラ側にちょっと傾けます。そう、目線を足の下に、目線を足の下の方に行きます。色気が出ましたね。あー、いいですね、いきます。はい、さあもう一枚いきますよ。さあ、あー、いいですね、もうちょっとにこやかに。さあ、あー、いいですね。いや、いいですね。さあ、こっち行きます。ああ、もう、あ、すごい、着物の近くのよ。確かに着物が見える。こっち行きます。さあ、そのまま行きます。はい、来てるわ。脱いでるもん、脱いでるもん、脱いでるもん、脱いでるもん。ああ、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 近づいてきて、あれ、怖い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 
辻写真館の皆様ありがとうございました。続いて一行は沼津駅から歩いてすぐの場所へ。次のスポットに行く前にですね、はい、ちょっと僕らと交代して、そうですよ、次の人と交代しますので、いや、ちょっと待ってくださいよ、はい、何でしょう、はい、2人だけでなんか仕事してみたいな感じ、もっと我々見てくださいよ。急に ね2人だけでこそこそ喋ってんだもん、もう本番始まってるやんと思って、はい、違う、次の人ね交代しなきゃいけないんで、ちょっと寂しいよ。ありがとうございます。ちょっと次の人にちょっと連絡だけしていいですか。いいです、いるかどうか一応ね、連絡しておかないと、連絡しとくもんやけどな。電話だけすいません、電話だけね、はい、いや、キッズ携帯だったでもいけるけどね、はい、でもね、いや、いけるんですけど、でもいける、いや、いけない、吸収する感じ、しれっとずるいわいや、何今の、いやいやいや、話が違うわずっとこの辺見られて、邪魔せんように、邪魔せんようにって言ってんのにそうっすよ、ティリトリで入らないようにしてましたもんね、あ、邪魔せんように、いや、キッズ携帯に今繋がんのよ、はい、繋がります、これ、はい、繋がるよね、はい、まさか、そんな質問来ると思ってなかったよ、タマゴッチかと思ったよ、最初、はい、今すごい冷たい目で俺見てる。こんな顔になっちゃってますよ。こんな声なかった最初。笑顔が消えました。玉持ち買ってくればよかったです。次は用意しないかな。ほんま入られた上にダメダメされて。次の人ね、行きましょう行きましょう。そうですね。ごめんなさい。続いてですね、サコリッチさんが、はい、案内してくれますので。ほんまにサコリッチさん。東野さん。いただきます。あらららら。サコリッチや、いやー、ようこそ。あ、どうもどうもどうも。来てこっち来てこっち。すみません。どうもどうもお待ちしておりました。私静岡県住みます芸人フルート餅の、口笛漫談師の、あっちこっちサコリッチです。はい、よろしくお願いします。すみません、これも手言われてよう我慢して持ってくれたな。なんか邪魔やし、いや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 、荷物多いですね。多いし、結局だから、はい、どっちも譲らず、いや、まあそうですよ、それだって今日はこれ持って皆さんをご紹介しないといけないんで。でもその紹介のね、あっちこっちのね、はい、サコリッチのその自己紹介もやりづらいじゃないですか。いや、そう、はい、いや、まあ今日はちょっとここからは僕がご案内しますんで、はい、でもちょっと当分の間会えないけども、はい、はい、そうですね、任せましたんで、はい、サコリッチさんにちょっとね、はい、あ、タマゴッチ買ってきてくださいよ。今こうしますよ。あちこちたまごっち。じゃあ2個いるよね。あちこちたまごっち。サコリッチの逆だからそれ。そうよね。そうよね。お腹すきました。すきましたか。はい。いや、あのね、ちょっと本当にもうぜひとも食べてほしいものがわかりました。ごめんね。はい。いただきます。はい。沼津ということで、はい。まあ沼津といえば海鮮とかっていうイメージあると思うんですが、ちょっとですね、今回紹介したのはこちらなんですよ。洋食。はい。沼津のもういろんな方々が大好きだと言っておられるこの洋食屋さん、芸人さんも来てるわけ、芸人も著名人の方も来ております、はい、こちら千楽さんなんで、ぜひともねちょっと味わっていただきたい。洋食大好き、ちょうどね、はい、お腹ペコペコやったから、いや本当にお腹減ってる、もう行きましょう行きましょう、あれ出発です。沼津駅のすぐそばにある千楽北口店、創業から42年の老舗洋食屋、地元の方だけでなく著名人も訪れる有名店。さあ、ということでお店の中に入ってきましたけども、うんうんうん、まずどうですかこの店内の雰囲気。いや、洋食屋さんやけど上がってなんかね、畳に座って食べるって、うんね、はい、和の感じがかえし、はい、落ち着きますね。水田君史上一番しっくりくるスペース、うん、確かにちょうど、ね、最初はね、こんな狭いところに一番太ってる俺を入れるなんてって思ったんですけど、うん、ちょうど持たれるんですよ。持たれてない感じで持たれるんですよ、先輩を前にして。そうよね、確かに。でこの、 あの千楽さんなんですけども、あの、まあ、カツハヤシがやっぱり有名なんですよ。はい、あの、まあ、ハヤシライスにカツが乗っかってるというものなんですが、うん、まあ、さっきも言いましたが、その沼津ってね、その海鮮のイメージすごいあると思うんですよ。海鮮丼かなと思いましたよね。で、漬け丼がすごい大好物だとおっしゃってました。シラスとかね、ね、だからそういうのをご紹介したいんですが、うん、それを差し置いてでもやっぱりここをまずはね、うん、体験していただきたかったんですよ。いや、言い方悪いけど、はい、そんな有名なんですか。大丈夫なんですか。いや、言い方悪いな、めちゃくちゃ悪い。ほんまにですか、大丈夫ですか。いや、大丈夫。誰が言うてるんですか。こんな急激に変わることできるんですか。言い方と顔も悪いからほんまに。いや、もう本当にもう様々な著名人の方で、吉本の芸人ももちろんいろんな方言ってるんですよ。で、まずはその著名人の方から VTR 届いてますので、そちらを見ていただきたいと思います。著名人って
バルカ警察チンギスです。チンギス今見てますよね、もちろん。沼津でおすすめのグルメはやはり仙楽の勝林。これは一番沼津で食べてるものと言っても過言ではないでしょうが、このチンギスが食べてるもの、毎回毎回食べてる。ただ皆さん注意してください、相当量が多い、量が多くて気をつける。まあでも真実が進めたところでまだなってるってなってると思うんですけど、これ聞いたら絶対に食べたくなります。あの藤井聡太名人、あの人が、対局の時に食べた、それが勝林です。で、あの勝林を多分沼津のご予定でやったと思うんですけども、あの時に沼津の美味しいものなんかないですかって多分みんなが調べたんだと思うんですけど、その時に俺この仙楽の勝林めちゃくちゃうまい、いろいろいろんなとこで言ってる、いろんなとこで言ったら多分検索に引っかかってそれ食べたんだと思う。辻聡太名人が食べたのは私チンギスがいっぱいネット上に情報をばらまいたからです。私からそういうこと史上一番雑な使い方食べてみてくださいということで、そして今もう終わりますよ。お楽しみ。いや違う違う違う、男性になってるよ。いやそうだね、量が多いっていうことと、藤井名人が、お昼休み、お昼ご飯でこうやってこれを食べたってこと。いやそうですね、まずチンギスさんはもう本当にあの、好きすぎてわざわざその日帰りで帰れるスケジュールだったのに、泊まりにしてまで食べて帰るぐらい、それぐらい好きなんです。量多いの、量多いです。でその名人がですね、その沼津であの将棋の棋聖戦というのをね、やったんですね、五番勝負で、その時の、3局の時ですか ねの時に、勝負飯として食べたのがここの勝林。どうする、はい、他にもあんのよ、カツカレーとか、カツ丼とか、そうなんですよ、なんだったらハンバーグライスとか。いやそうなんですよ、ハンバーグライスもおもしろで、そうなんですが、ちょっと勝林をやっぱり食べていただきたいんですよ、ここらでずっと勝林、もちろんもちろんもちろん、こういうところのカツ丼も気になるでしょ。決めていい？あどうぞ、はい、俺はいろいろその RG のコメントも聞いたし、はい、でこの4人っていう座組で考えたら俺はあえてカツ丼にしようかなと思ってああそういうことですね。そうそう、誰が何頼むかまだ分かんない、だから俺はちょっとカツ丼、カツ丼から、はい、カツ林を想像させてください。いや想像する必要ないんです。今日はだから想像で変えられるということです。食べながら誰かが注文するから、あそんな感じなんやって次も食べて、味想像いける、次絶対買って注文しようと思って帰る。なるほど、次の予約入れた状態で、次の予約入れた状態で俺はカツ丼あるなら食べてくださいよ、一口ぐらいは。誰か注文するから、そういうことですね。瀬越さんはでももう結構来られてるんですよね。僕はもう何回も来てますね、ここに。はい、ほんまは何注文するの？まあ、カツ丼を僕はいつも注文します。いやいや、チンギスさんがほら藤井聡太名人がとか人それぞれ好みがあるんですよ。で僕もカツ丼めちゃくちゃ好きなんですよ、でここのカツ丼とにかく見た目がまず感動するんで、俺はちょっとカツ丼、だから本当にあさすが分かってるなと思いましたが、何も取れへんよ、何なのよ別のやつ言うて分かってるなってのバカのちゃんでもやっぱカツ林は一回は口にしてほしいです。だって誰か注文すれば大丈夫だろ。そうそうそう、川合さんは何食べたい？いや僕はほんまにもう勝林の気持ちになってましたよ。はい、じゃあ勝林行きましょう。勝林なんですかこの早々にもうそれでストップみたいな、この手なんですか。いやこれラルフォーザーワールドから、いやなんなんですか、もう早いこれさっき動けないですもん。勝林、まあ勝林かなと思いました、決めましたから、はい、水田君も勝林で勝林、はい、あまあまあ、ね、しましょう。じゃあ2ペアで、はい、ペアで行きましょうよ。いいですね、お料理楽しみですね。待ってる間にサコリッチさんのお話に。なぜ沼津住みます芸人、その東京からなのか大阪なのか実家どこなのか。僕実家は広島です。
広島？広島です。なんで沼津手挙げたの？まあ、東京で そこから東京に出て8年ぐらい活動してたんですけど、まあ、沼津の劇場ができるということでちょっとね実力も的にもちょっと増したいなとレベルアップしたいなと思ってオーディションを受けてそしたら受かったっていう。はい、劇場があるから地元広島じゃなくてこその沼津にってこと？そう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 。もともとはだってコンビでずっと活動されてましたもんね、はい、そうなんですああそうなんだ、はい、チューリップというコンビでやってたんですけどちょっとコロナの時期をきっかけに解散しちゃいましてあもうつい最近、はい、4年ぐらいそうなんですだから僕まだピン歴3年目なんでちょっとまだまとまってない部分いっぱいあるいやいやいやだからフルート常に持ってくれない相方みたいな相方そうなんですよ相方必要だよね、はい、心強いんですよ本当に何かある今振り返れば入ってくる時の音色悪かったもんいやだからフルート歴はピン芸人歴よりさらに短いですもんねあもうだからフルート歴はその BS 吉本が始まってから持ち始めたものです後付けもねほんでいろいろ番組でもそういう美味しいお店とか、はいろいろ行ったり自分でも調べてんのそうですね僕 YouTube でグルメずっと回ってるんでそれでいろんなところ行ってますねへえ、はい、だからいっぱい行ってほしいとこいっぱいあるんですよ本当に沼津川西君も水田君も、はい、お酒好きやし、はい、であんまりもうテレビではあんま言うてないけど、はい、2人ともこっそり浮気してるんで浮気できる何してんの何ほんまちょっと貸してテープ引きちぎるわマスターテープ引きちぎるわ渡して渡して相方がちぎるから渡して和牛を言いながら芸人さんがもしかしたらね、はい、遊びたい人とか、はい、なんかいらっしゃるかもわからんから、ね、そういう夜に泊まりん時にちょっと飲みに行くところとかあるんですか、はい、いやそれはもうもちろんありますよでも僕らそういう人たちともどんどん仲良くなっていってますんでいろいろアテンドできますよ本当にアテンドっていうワードはやばいのよアテンドしますのでアテンドって嫌なの大丈夫ですそれはうわそうなんですよ4人ともお話に夢中ですが料理ができたそうですよ来たごちそうさまです うわすごいわ来たでかーお待たせしましたそうなんですようわでっかっすごいじゃんうわこちら上滑料ですね、はい、いやすげえ、はい、地で相当分厚いですねカツもそう、まあ、分厚っこの分厚さも名物ですよね言ってしまえばこれ林に乗るカツの違う分厚さじゃないっすよ、うん、そうなのいただきますどうぞそれは量もすごないですか？あめちゃくちゃうまい。うまいよね。うん濃厚でしょ。うん。好きなやつです。酸味も甘みもそうそう、すごい濃厚。うわうまっ。ね。ちょっとこれはすごい。上カツ丼開けていいですか？開けましょう。ちょっとすみません。ちょっといいですか？はい。うんおいしんじカツハヤシおいしんじもう蓋に手伸びてたのよ、うん、いやいやもう最初においしんじやって、うん、でから喋ってもうてそうです、ね、もうおいしすぎてやんの忘れてるやんなんかやらなかったなと思ったやろ先輩がなかなか持ったって引くことないええねええねいくよ、はい、うわめちゃくちゃうまいいやもう分かったこれはいいですか食べてはいどうぞもう何も食べてないですよずっとロケさせられて食べたかったんです本当にさせられて本当にまだそんなにしてないですよでかうわ卵とろとろうまいなうわうまい柔らかいいやそうですねこの厚さでこの柔らかさすごいですねこのトロトロの卵と合ううんうんジョいやそうです
上、まさに上。ええー、わー、ちょっと嬉しい。あともうコメントないですよ。あと美味しいから食べるだけですから。すいません、食べて食べて食べて、はい、うまい。これも卵割るのもまたいいんですよ、こうやって。はい、いいですね。いいですね。いや、めちゃくちゃうまい。もともとの林にもお肉すごい入ってますね。なんで。そうなんですね。まあ普通に林ライスとしても売ってるもんですから、うん、ある程度具が入ってないと。いかにも大きい寸胴にその日の分作っちゃうんですよ、朝。ですので、うん、ある程度具が入ってないと。ただ林ライスの場合、具がないとね、やっぱり寂しいもんです。そっか。カツハヤシの時はちょっと具少なめで、できないですね。もうできてるものをかけるだけで。お値段ちょっと張るけど、それでもそんな別に儲からないじゃないですか、こんだけ。あんまり儲けはないですよね。ないですよね。多分その分お客さんがいっぱい来てくれて、数売らないとやっていけない商売です。いや、これはもう男子は大好きですよね。そうですね。うん、皆さん食べる手が止まりません。私も食べたいな。いや、ちょっと皆さん綺麗に完食していただいて、どうでしたか？いや、めちゃくちゃペロリいっちゃいました。とにかく食べてる時に、はい、フロアディレクターがなんかシェフの質問みたいなカンペが、はい、こんなにうざいって思ってこっちも負けてられない。こっちも絶対質問してやるか。いや、してやるかはおかしい。天ぷら言うとね、偉いもんで、代わりにしてもやっぱり気短いから、はい、誰が質問せなあかんねん。こんなうまいもんあんのに質問してる場合あるかボケ。言ってないみたいな顔してて、あー、なるほど、オッケー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 じゃない、オッケーオッケーじゃない。え、そんな顔してた。出てた、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 出てたか、ごめんなさい、気をつけないと。水田はほんまにだから、その洋食屋さんとかね、シェフというかね、やっぱ本職やから、やってましたからね、ずっとだから食べてはしたり顔、食べてはしたり顔。ああ、ペンソス、それぐらい奥深い味だったっていう。深いですね。いや、だから本当に最高やった。この中で一番食べるの早かったですもんね。いや、もうペコペコやったし。ね、こっちもカチンできてるから。やれ、質問しろみたいな。そう、一応だから東野さんに取り分けたけど、まさかの一番食べ終わるの早かったから、もうちょっとよそ食べよかった。いやいや、ええねええねええねええ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 えけどええけど、いやいや、めちゃくちゃうまいなと思いましたね。よかったです。やっぱりあのちょっとあの番組からも言われてますね、ここでちょっとあの記念写真を、はい、ちょっと撮らせてください。嬉しい、はい、あのすみます芸人が小ボケとかに走るやつたまにいてんのよ。はいはいはい。なんか電話するって子供用の電話やったとかね、はい、もうああいうの一番嫌いな。真摯にやってくれるの。いや、まだおる可能性ありますよ。時間的に。お味もボリュームも大満足。続いてのスポットも沼津駅すぐそば。さあ、ということで、今はビビ沼津の3階に来ておりますけども、はい、うん、まあ、次のスポットがですね、はい、ここからまた再び沼津に変わってご案内しますので、ちょっとこの交代制嫌やな。あ、そうなんですか。嫌よ嫌よ。嬉しいです、そうやって言っていただいて。いや、なおかつ、はい、このおしゃべりも巻きでお願いしますっていう。こんな悔しいことないよね。いや、まあそうなんですよ。いろいろ音があるから早く中入ってくださいって。悔しいね。いや、もう今もずっと手でこうやって出てくださいって言われてますんで、もう、ここで喋ろうよ。長なる長なる。そうですね。お願いします。よろしくお願いいたします。じゃあこちらの方に入っていただいて、はい。沼津というと、はい、フェンシングの街としても有名なんですよ。はい、知らんかった。そうなんです。あら、ラブライブさんも。あ、そうです。ラブライブさんもコラボしてます。はい、はい、なかなか彼女がこんな顔せえへんで、真剣な感じ。いや、そうですね。チカちゃんはそんな顔しないです。チカちゃんっていうの。はい、チカちゃんそんな顔しないですよね。スラボスミナスゲイ、ちゃんと把握してる。ありがとうございます。え、全員言える名前。あ、もちろんです。はい。言える。はい、もちろんですよ。はい、今日はあのでも時間もないということなんで、
ちょっとね、はい、行かないといけないので。チカちゃんも怪しかったからそんなことないです、そんなことないですから。そう、フェンシングの街として有名でございまして、はい、なんと1957年に開かれた静岡国体のフェンシング会場が沼津西高校というところが会場になりまして、はい、そこからきっかけですね、沼津市内のいくつかの高校にフェンシング部ができまして、それでどんどん普及してって、現在は5つのフェンシングクラブがあるほど市民に馴染みのあるスポーツになっているんです。だから日本もなんかポイントポイントでだからハンドボールが熱いとかソフトボールが熱いとかあるよね。でしかも全日本選手権大会もこの収録の前日に昨日行われてたんですよ。はい、フェンシングはめちゃめちゃオリンピック盛り上がったもんね。そうなんですよ、はい、今回体験できるということなので、ちょっと早速行ってみましょうか。行きましょう。はい、F3 ベースは日本代表の合宿などでも使われるフェンシングの練習場。地方自治体の常設フェンシング場としては国内最大規模で、地元選手の育成や市民の健康増進にも活用されるんだとか。ということで、今回ですね、いろいろと お話をしてくださるのはですね、こちら、コーチを務めてくださっている方でございまして、永良正史さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。永良さんは実はオリンピックに出たこともあるすごい人なんです。さらに日本代表のコーチなども務め、現在は沼津でのフェンシングの普及に尽力しています。どんどんなんかフェンシングってなんとなくヨーロッパのイメージ、ヨーロッパの人がメダル取るイメージですけど、なんかここ何年何回か日本選手すごい頑張っていらっしゃいませんか。そうですね、ここ最近 の世界ランキングも1位の選手が2人いまして、すごいやん、はい、すごいことですよね。アジアのそうですね、今日本も強豪国の一つとなってます。ってなってくると、この沼津がフェンシングの今一番熱い街ですから、はい、ここからオリンピックのアスリートが出ているんですか、実際は。そうですね、そこを今目指して目指しているっていうところ、はい。ダイアンの津田が高校時代フェンシング部だったんですよ。あ、そうか、そうなんですね、はい、津田さんフェンシング部だった。投げ合って、はい、滋賀で3位、はい、すごいですね。なんか6人中6人中少なかったから、その当時3位は少なかったから、いや、さっき分母言わんとあきません、ね、ちょっとでもギリギリまであいつすごいやつって思わせたかったから。それでは東野さん、和牛さん、早速体験してみましょう。準備完了。皆さん決まってますね。まずは基本の構えを教えてもらいましょう。はい、まずは剣の持ち方ですね、はい、剣は親指と人差し指を中心に持っていただいて、でこの3本の指は添える程度で、はい、で剣先がですね、今東野さんまっすぐなんですけど、実は相手の頭のてっぺんぐらい。最初、はい、これが最初のポーズですか。そうです、はい、思ったより硬いですね、これも。そうですね、見てたらもっとくにゃんくにゃんに曲がる。そうそうそう、柔らかい。こんなんしてますもんね。はい、はい、こう背中をついたり、ね、あ、背中をつく、はい、ガードを斜め45度、でこの肘はですね床と平行に置いてください。はい、次足です。足は右足を前に出していただいて、左足は真横に置いてください。はい、で初めはですね、かかと同士をくっつけていただいて、はい、そこから肩幅ぐらいに広げてください。はい、でそこから膝を曲げます。はい、これが基本的な構え。さらに基本の動きである相手に向かって前進するマルシェ、相手から後退していくロンペ、踏み込んで攻撃するファンデブー、相手の剣を払って防御するパラードを教わった3人というような動きになります。はい、はい、じゃあそれでは一回復習にですね、はい、必殺技みたいなのないんですか。最終奥義みたいな、人それぞれ違うんですけど、はい、これから見つけていただいて、はい、そうですね、はい、軽くなさいね、はい、ロングしたすいません。永良コーチの合図通りに3人とも動けるのでしょうか。マルシェ、ロンペ、
マルシェ、ロンペ、マルシェ、ロンペ、マルシェ、ロンペ、ロンペ、ロンペ、マルシェ、パンデム。何でしたっけ？脳トレみたいになってるんで、ファンデムじゃないですよ、攻撃、攻撃で、はい、頑張ってください。でこういう時の彼氏が一番痛いと思う。これ勝ったらオリンピック出れるって。出れるわけないじゃん。最初はぎこちなかった3人も徐々に慣れてきました。ロンペ、ロンペ、マルシェ、ファンデム、おコンガード、ロンペ、パラド、おお、そうです、はい、すごい、素晴らしい、素晴らしい動き。とここでスペシャルゲストが、ご紹介させてください。まずはですね、長良さんの奥様でございます、長良まどかさんです。まどかさんもですね、はい、元日本代表でございます、はい、ご夫婦揃ってオリンピアンでございます、はいはい、そしてですね、真ん中にいますのがですね、現役の日本代表の脇田樹美選手でございます。はい、はい、どこ見せてください、ジャパン。あ、ここ見せてください。これはだから日本の強化選手に配られるってことですか。はい、そうです。全日本選手権も準優勝してますので、はい、はい、そうか、やっぱ言う、あ、それはもうすごいっていうよりは、いやいや、あと1回勝ったら優勝やのにってことでしょ。はい、もう惜しかったです、本当接戦で、はい、だって15点取ったら勝ちなんですけど、14対14まで、あ、はい、昨日、まあ、昨日か、それは今日ロケとか行きたくないですよ。申し訳ない、申し訳ないなって思って。そりゃそうよ、昨日14対14で負けて今日これなんですか。いや、嫌ですよね。すみません、本当にありがとうございます。昨日はだって終わってから寝れなかったんじゃないの。いやそんなこともなかったんですけど。あ、そうなんですね。なんか割となんか最後私スピーチしたんですけど、はい、なんかそれが結構好評だったんで、あ、いいか、受けたか、それはか、それはか。デモンストレーションを見せていただくことに。画面左が脇田選手、右が長良さんです。コンガードプレイ、あれ、ポイント取りました。そうです、はい、ゆっくりでもう一回三人してください。プレイ、あ、これ同時です、はい、はい、プレイ、あ、どうでした、どうでした、はい、まだおそらくね、多分めちゃくちゃ本気じゃなくて、これってすごいよね。めちゃめちゃ早かった。今のはほんまに俺らが習ってたやつなの。今もう立ち興味、あれ習ってたんだよ、マルシェ、ね、はい、パラド、あれできんの俺らも、あ、できる、もうあれができればいい、俺らできんけどっていうところから、いや、そうです、はい、いや、すごいですね、はい、ちょっとね、見ていただいて、はい、そして練習もしたじゃないですか、はい、3名様、はい、うん、なのでちょっと脇田選手と現役の日本代表とちょっと戦ってみませんか。これは嬉しい、はい、これやって脇田さんも頑張っていただいてオリンピック出たら、はい、ね、そのフェンシングの試合見た時よ、はい、いや、一緒にやった人も応援、はい、応援もできるし、はい、っていうことですし、ただ脇田さんなんか、はい、ぶっ潰すかも分からんで、順番に3連戦で右肩左肩右肩ってこと、我々勝つでね、我々勝つで、まあ、そうですよね、勝てないんですけれども、じゃあちょっと脇田選手 と戦ってみましょうか。もちろん、もちろん、はい、はい、はい、頑張ってください。いや、こういう時の俺彼氏が一番痛いと思う。これ勝ったらオリンピック出れるって言う。出れるわけないじゃん。やめすぎです。めちゃめちゃ痛いよ。そんな真顔で2位でしょ、だって。いやいやいや、これ2位ですけど、違う違う違う、はい、出られ出られ、はい、出られ、はい、バラエティ番組のワンコーナーや。あ、そうです。絶対協会に行くなよ、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 協会に行くなよ。いや、出てたら俺勝ったって。待って、次回フェンシング対決決着、果たして結果は。
さらに風情を感じる絶景を堪能。ここでしか食べられないスイーツも。めちゃくちゃうまい。わかるけど。言って言って。あ、ごめんなさい。あ、見えませんでした。沼津の旅が完結。お楽しみに。あの、不足の時ちょっとだけ顔赤くなる。仕事終わった感じだすね。